お世話になっておりますヘビーメタルゴリラです。なんかまたジャンクなギターの改造がしてーなー。というわけで早速オークションサイトで見つけてきたギターはこちらです。お値段なんと800円。これはさすがに激安です。ジャンクギターの価格に厳しい私も納得の激安、絶対に買いましょう。というわけでありがたいことに即決がついております。2000円で即決です。届いたギターを見てみましょう。すごい、ものすごいです。燃え盛るようなエモーショナルを感じずにはいられません。ざっと全体を見てみます。ボディトップです。全体的に焼かれています。この辺においては月板を消失しており、特に右側のカッタベイ部分の焦げが凄まじいです。ボディ裏です。裏も全体的に焦げていますが、致命的な欠損はまだ見つかっていない感じです。ヘッドです。ヘッドは先端が焼けてしまっています。この点はヘッドシェイプの検討によって、避けるしかないかなというふうな状況です。今回はこのギターを頑張って、まるで新品のハイエンドギターみたいになるように改造、塗装、リフィニッシュをしていきたいと思います。という内容をツイッターに投稿したところ、このギターの元持ち主さんが奇跡的に会うことができました。元の持ち主さんはツイッターのアゴテンゲルさんという方で、ご本人曰く気の迷いで燃やされたとのことでした。ご本人もびっくりするような完成状態にできるよう精一杯気合を入れていきましょう。それではパーツを外していきます。今回のギターはそもそもほとんどパーツがついておりません。ピックアップはこのフロントのシングルコイルのみでした。ちゃんとローズ適合品ですね。外し終わったパーツたちです。ここにある部品たちは可能な限り再利用していきます。それでは早速このギターの塗装などなどを剥がしていきましょう。っていうかこのギター剥がしやすすぎる。もしかしてギターって丸焦げにした方が剥がしやすいですかね。このギターのトップですが、カーリーメイプルの月板が貼り付けされております。月板の下のタイトボンドが燃えた影響か、はたまたヒートガンの熱か分かりませんが、とにかくすごく剥がしやすかったです。剥がし終わりはこんな感じです。もうさすがにガッサガサです。ヘッドの塗装も剥がしたのですが、今まで剥がしたギターでダントツの極薄塗装でした。フェルナンデスの技術力の高さを感じた次第です。それでは地獄の研磨作業です。うわーうわー。3週間後、ひとまず大まかな研磨が終わりました。ここで簡単にですが、今回購入した機体について紹介いたします。このギターはフェルナンデスの FR スタンダード2011というモデルです。ボディはアルダー、カーリーメイプル付き板トップ、メープルネックのローズウッド指板です。フェルナンデスの24フレットギターでは超定番モデルである FR のナチュラルタイプ色として、当時ではどこでもギターショップにも置いていたような気がします。ピックアップはフロントとセンターが VS500 という型番で、リアが VH500B というモデルが付いていたと思われます。続いてですが、今回のギターのコンセプト色を発表します。今回のコンセプトはズバリ、白×金です。白金配色ってなかなかミドルスペック、激安系の価格帯では見られないと思います。今回はコンセプト色白金プラス艶消しトップという布陣で、自分が考えられる限りのハイエンドギター感が出せればと思っています。丸焦げギター、可能な限り最善を尽くして仕上げていこうと思います。それでは作業に戻りましょう。それではここから木工作業に取り掛かります。まずこのギターですが、特にこっちのカッターウェイ部分がすごく焦げてて、角がえぐれちゃっています。またギターそのものは少し角が立っているパリッとしたデザインになっております。このボディの角を丸めていきたいと思います。まずはボディの中で一番曲率半径が小さい箇所を確認。最小半径は約 6.5 ミリでした。ですのでボディの角を曲率半径 R6.0 でまとめたいと思います。この曲率半径を整えることで、焦げ箇所を丸々そげ落とすことと、全体の均一感が出ることを狙います。じゃんじゃん削っていきましょう。このように立っている角をこんな感じになるまで、まずはカッターで削りました。あとはヤスリで整えていきます。ここで並行してボディ裏のコンターの深さ変更を行います。この深さ変更ですが、アイバニーズの AZ シリーズを見てすごくいいデザインだなぁと思ったので、今回の参考にしちゃいました。
加工は近所のホームセンターに売っていた彫刻刀で地道にしました。ここのところをとにかく丸刀で削ったのですが、これがめんどくさいのなんのって、まあなかなか大変ではありましたが、一気に形状を変えたい場合彫刻刀は結構便利だなって毎回思います。あと彫刻刀は専用工具たちが結構安いですしね。コンター削りが終わりました。引き続きコンターの加工を進めます。今度は木工ヤスリでなんとなく面を整えていきます。ガリガリに削り進めていったら出来上がりはだいたいこんな感じです。悪くないですね。この流れでボディのジョイント部分もノコヤスリで削りました。自分的にはここの出来上がりはそこそこ満足がいく状態にできたと思います。まるっとしてていいですね。そういえばこのアルダーのボディですが、特にこのコンターの箇所がなんかこうグワッとした木目が出てかっこいい気がします。今回は潰し色にしてしまうので少し惜しいところではありますが、次はボディの穴埋め作業をしていきます。使用するのはいつもおなじみのレジコのハードタイプ UV レジンです。このレジンほんとカチカチになって最高ですね。今回ですが塗装と突き板があまりに簡単に剥がせるため、勢い余ってめちゃくちゃでかい剥がれを何箇所も作ってしまいました。全部埋めていきます。先ほどの突き板剥がし作業でめちゃくちゃでかくボディを削り落としてしまったブリッジ横の部分はマスキングテープで壁を作って作業をしていきます。大量の UV レジンを流し込んで強制的に埋めてしまいました。埋まった状態はこんな感じです。レジンの余り箇所は後ほど全て削り落とします。それではここで仮組みをしてみましょう。一度仮組みをしてボディに致命的な欠陥がないかをしっかり確認しておきます。この仮組みに際して元のギターについていなかったブリッジを購入しました。 Amazon で2445円で売っていたゴディアルとかいうなんかよくわからない激安中華メーカー品です。どっかのライセンスものの OEM とかだと思います。あとジョイントビスも金色のものを購入しました。つけていきましょう。ででん。全体の組み上がりはこんな感じです。自分的には結構まとまっているかなって思います。あと一点すごい嬉しかったことなんですけど、ここのブリッジの支点のインサートナット部分ですが、どう考えても今ついてるやつ取れないなーって思っていたので、到着したブリッジについていた支点ビスが見事ぴったりハマって本当良かったです。これのサイズが合わないとしたらもうこれかなりめんどくさい作業になりそうだったので本当良かったですね。組み上げをした際に見つけた修正点ですが、1点目がジョイントビスが長い点、おそらく切り落として短くして使うことになると思います。2点目がブリッジ座繰りとブリッジが合っていない点、座繰り穴を拡張します。3点目がスプリングハンガービス穴とスプリングハンガーの穴間隔が合っていない点です。ここは穴の開け直しで対処します。確認ポイントは以上でした。もともとがそもそも完成されたギターなので大きな問題や修正はなしでなんとかなりそうな感じです。あとピックアップの購入時にピッチの参考用に定規を合った写真を確保しておきます。仮組は以上です。ここで軽く前傾をお見せしておきます。いやー出来上がり超楽しみですね。それでは木工を進めていきます。まずはブリッジ部の座繰り成形です。ブリッジを設置した際、左右の隙間が同じようなバランスになる位置に印をつけて、鉛筆で削る箇所の目印を書きました。彫刻刀で彫っていきます。正直ルーターのような大掛かりなコーンが用意できないので、彫刻刀は木工的に私の、まあ、最適解かなって思っています。座繰り形状の加工が終わりました。その後背面のスプリングハンガービス部の穴開けをしました。ちょびっと高さが合っていませんが平行はしっかり出ていると思います。ここまでの作業を行った後、ボディ全体を60番120番240番でカラトにしてボディ木工が終了です。お疲れ様でした。次にネックの加工を開始します。まずはいつもしているジョイント部の成形からいきます。ボディのジョイント部分の形状を鉛筆でメモして、この辺の際をカッターで削っていきましょう。続いてヘッド形状の加工です。まず今回のヘッド形状ですが、ズバリこんな形状です。これはかの有名なスケルベセンのバイパーヘッドをイメージしております。本物はもう少し鋭く精錬されて鋭利なのですが、私の木工技術ではこの写真の線がおそらく限界中の限界、いっぱいいっぱいだと思います。
正直難易度高いですが頑張っていきたいと思います。ここも正直大型の加工機とかがないので、ドリルで穴を開けて削り落とすという私がよくやる方式でなんとなく加工を進めます。しばらく穴開けの様子をご覧ください。穴が開きました。これを少しずつ削り落として、こんな感じです。なんとか大まかな削り落としが終わりました。次にこのヘッド裏ですが、ずっとやってみたかった装飾を施します。キラキラのカーリーメイプルの月板です。なんと購入したのは実に6年以上前、なんかのヘッド面に貼り付けたくて買ったものです。機械を伺っていたら、なかなかヘッド裏がフラットなギターに巡り合えず6年も経っておりました。タイトボンドを縫い広げたヘッド裏に対して、この月板を大まかな形状に切って貼り付けていきます。そしてアイロンを押し当てて、ボンドを強制的に乾かして圧着します。くっついたみたいです。ヘッド周囲方向の形状に合わせながら切って、へこみとか穴とかはタイトボンドで埋めて、隙間目が少し落ち着いたら次はペン穴を開けていきます。こんな感じで月板の逆側から光を当てると穴の位置を確認することができます。そこに印をつけたら、ステップドリルで月板に穴を開けていきました。さらにビス穴も開けて、周囲のサンディングをした状態がこちらです。いかがでしょうか。手元の工具での実現可能な最大限のクオリティには仕上げられたと思います。個人的には大満足です。この後カーリーメイプルは色染めをします。ヘッド裏を濡れ布巾で濡らして、1回目の色付け、2回目の色付け、3回目の色付けを行っていい感じの濃さになりました。ネック木工が完了です。次に台の苦手作業ですが、フレットの打ち直しをします。このギターおそらく結構引き込まれているようで、フレットが低めだから変えていこうと思いました。今回で人生で2回目のフレット打ちで、まだかなりぎこちないのですが、なんとか形になりますようにっていう感じですね。フレットを抜いた後、1箇所だけある指板の穴をレジンで埋めて、指板を研磨しました。出来上がりはこんな感じです。フレットを打っていきます。モダンギターってフレットでかい感じのイメージだったので、比較的デカめのやつを今回はチョイスしました。フレットの端を調整して指板に打ち付けていきます。前回の打ち込みの時よりもよっぽどいいとは思いますが、やはり隙間があるように思います。次回はもっと上手くできるよう頑張りたいと思います。最後に飛び出しているフレットを切り落として、削って角度調整をしたら、フレット作業が完了です。塗装していきます。キブプライマーを吹きました。今回は4本使用しました。プライマーを吹いた後はヘッド裏を UV レジンで平面出しします。いい感じに面が出ました。次はプラサフです。プラサフは3本吹きました。その後ラッカーの白を吹いて全体的に色付けをし、最後は艶消しラッカーです。艶消しラッカーで今回のギターは塗装終了です。ざっと説明をしましたが、生活の合間での塗装のため、トップ塗装の終わりまで約1ヶ月ほどかかりました。大物の塗装工程が完了したので、いろいろ細かい部品の調整をしていきます。Amazon の最安の白プラカバーを購入しました。買ってそのままだとなんか黄ばんだ見た目に見えるので、ボディと同じ工程で塗装をしました。出来上がりはそこそこ OK です。次に今回使用するピックアップを紹介します。イヤピックアップはディマジオの DP215 EVO 2です。スティーブ・バイシ監修のハイゲインピックアップが余っていたので寄せます。センターは家に余っていたノーコメントシングルコイルピックアップです。フロントはもともとついていた STANPLK というおそらくオリジナルと思われるシングルコイルです。カバーを取り付ける際、ボールピースが邪魔なので、フロントピックアップはボールピースをググッと押し込み、センターピックアップは紙ヤスリで強制的に削り落としました。もともとついていたハードウェア類をなるべく活かすべく、金パーツたちの洗浄をしました。洗浄した表面は遠目には結構綺麗なのですが、近くで見ると結構ホツホツ感が残っています。少しだけ塗装などをしつつ、このまま使用したいと思います。次にちょい作業ですが、
ネックジョイントビスが4本とも同じロングタイプなので、ジョイント部の形状に合わせて2本短くしました。力技で切ったので結構大変でした。次はボディの裏側のカバーを自作します。購入した板はこちら。カバーの必要形状に頑張って切り出し、穴にはまるように外周を削り出して、リサ穴の位置を合わせて周囲を丸める加工をしたら完成です。いかがでしょうか。黒黒炭での自作カバー、なかなかかっこいい見た目です。個人的には大満足です。キャビティ部のシールディングです。いつもは導電塗料のノイズヘルを使用しておりますが、今回は白ボディダイレクトマウントのため銅テープで自力のシールディングに挑戦です。出来上がりはこんな感じ。初めてにしてはそこそこうまくできたと思います。最後に配線です。せっかくここまで頑張って作業してきたので、頑張ってなるべく綺麗に配線をします。出来上がりはこんな感じです。リアのエゴ2はコイルタップ付きになります。最後にすり合わせをして各種調整を行ったら、ついにギターが完成です。すごい長い動画になりましたが、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。以上で全てのリフィニッシュ改造作業が完了になります。今回のギターも Twitter でプレゼント予定ですので、ギターを気に入ってもらえた方はぜひ Twitter をチェックいただければと思います。抽選期間は動画公開から約1週間程度になります。ぜひぜひご参加くださいませ。それでは完成したギターをどうぞご覧ください。出来上がりいかがでしょうか。制作者的にはアイディアの統一感がバッチリな一本に仕上がったかなと思います。お気に入りポイントを紹介します。今回の見た目上の一番のお気に入りは、なんといってもボディ裏です。黒炭板から作成したカバーに主とヘッド裏の黒に染めたカーリーメイプの突き板仕上げ、白いボディに垣間見えるこの2箇所の木目プラス金パーツの仕上がりがかなりグッドだと思います。またこのパネルですが、ボディ全体との平行をきっちり出るようにして可能な限りハイエンド感を演出しています。あとこのスプリング部パネルは、四角のうち左下だけ角を丸めないデザインにしました。木目の位置にこだわりがあるので取り付ける時の目印にしたいのと、キャビティ部分のこの線との交わりがきっちり90度であることをアピールしたいデザインにしてみた次第です。次はやはりボディトップです。ボディトップはパーツ色を金と白のみに厳選したため、かなりシームレス感を演出できているかなと思います。ヘッド形状は今までにしたことがない攻めた形状にすることができました。ジャンクの再生ギターに乗せる見た目のバランスとしてはかなりよく仕上がっていると思います。次にこのカットをどうぞ。そうです、彫刻刀で地道に大きくしたコンターブです。この深いコンターの流線美、個人的に本当に好きなんですよね。今回のボディの角の丸みとコンターブの深さが見た目上すごく整合してて好きです。次にちょぴっとだけ反省ポイントです。ジョイントビスとジョイントビス穴の径が合っていませんでした。ちょっとチグハグしちゃってます。次回はブッシュのサイズも確認して買うようにします。総評としては、反省点はありつつも自分のイメージしていた白×金の少し麗しい感じのギターに仕上げることができたと思います。また久しぶりのスプレーでのギター作成で作業もすごく楽しむことができました。それではお待ちかねの音の確認に行ってみましょう。
リア、センター、フロントとも結構幅広く音作りができそうな感じでした。特にフロントの音はツヤがある感じで一番好きでした。次は歪み音色です。高質でタイトないい歪み音色が作れるギターになったと思います。リードではふくよかな感じも現れて好みです。以上で試奏を終わります。いやー、無事作業をすべて終えることができました。制作者的には全体のアイデアに統一感のあるギターが作れたと思います。また白いギターをそれなりにまとまった完成状態にできて本当に良かったです。途中に記載しましたが、今回のギターも Twitter にてプレゼント企画を実施予定になります。ギターを気に入っていただけた方は、ぜひ概要欄から Twitter をご確認いただければと思います。最後になりますが、長時間ご視聴いただき本当にありがとうございました。ここまでの動画は私、ヘビーメタルゴリラがお送りいたしました。最後にリフィニッシュにかかった金額を記載してエンディングとしたいと思います。ありがとうございました。